久保さん今回、駅にしましょうか、駅。うん。利益の駅とかね、儲け、得とか。まあ、お金を稼ぐ上で、まず、何かを貯めないとダメですね。何かを。まあ、何かを貯めるっていうのは、スキルを貯めるとか、信用を貯めるとか、うん、最初、お金にならないことを貯めていかないといきなりは無理ですね。例えば、まあ、これ、リアルのね、 リアルのアルバイトでもそうなんですけど、1時間っていう時給を差し、時間をね差し出すから時給発生するじゃないですか。じゃあ、時間を差し出さないのにね、お金くださいってあんま通んなくないですか。うん、だから何かをこう、なんだ、貯めていかないといけないんですよ。何かを先にやらないといけない。うん、なんか何もやらずして給料くださいっていうのは通らないので、まあ当たり前の話なんだけど、ネットビジネスもそうで、 スキルも何もないのにどうやって稼ぐんですかっていう <laughs>。うん。だからまあ当たり前のことなんですけど僕は思うことがあってネットほど当たり前のことをやれば稼げるものないのかなと思いますね。なぜならば、うん、可能性がなんだろうな。限界がないんですよ。どういうことかっていうと、例えば、 まあ今までの営業スタイルっていうのは今まで昔の営業スタイルっていうのはね電話をかけるとかねピンポンしに行くとかまあこれ昔の営業スタイルですよねでもこれって限界ありません一日10万件ピンポンできますか一日100万件電話できますか無理ですよねうーん でも、例えば YouTube の動画。まあ、僕そんなに回してないですけど、久保さんのキットの動画は40万回ぐらい回してますかで久保さんがこの動画見てくださいって40万人に一人一人,人セールスしたわけじゃないんですよ。この動画見てください。この動画見てください。よかったらこのチラシ。よかったらこのティッシュ受け取ってくださいってやったわけじゃないんですよ。40万人に。うん、勝手に回ってるんですけど。<laughs> だ限界ないですよね。僕の、まあ、久保さんの熟成さんにもね、海外に住まれてる方結構いると思いますけど、僕もその、海外に住んでるお客さんいてるんですよ。海外にピンポンしに行けないですよ、なかなか <laughs>。だからね、ネットって、なんか当たり前のことでやると、可能性無限だなと思うんですよね。うん、なんか、ネットで、まあ、例えばワンツー動画でね、久保さんも撮ってるんであれ、あれだと思いますけど、 なんかそのありがとうございますっていうネットで言うとねなんかありがたがれるっていうね別にこれリアルの飲食店とか別に当たり前じゃないですか当たり前にやってますよねでもネットでワンツー動画でありがとうございますとかなんか個別動画送るとなんかすごく神になるっていうね何なんでしょうねこれだから僕ネット楽勝だなと思うのがリアルの当たり前をネットに持ってくるとなんかすごい人になるんですよねありがとう言ってらっしゃい